そういやジャック、お前ヘクトンの召集がかかってるぞ。あ、そう。すぐにヘクトン部屋へ向かうんだな。オッケー。よし、全員揃った。では今回の任務について説明するぞ。今回俺たちチームヘクトンはとある高貴なお方の護衛任務を任された。正体は現地だ。とにかく心してかかるように。わお、高貴なお方だったよ。どんな人なんだろうな。きっと王族だよ。そうに決まってる。へえ、それって結構大きな仕事じゃん。でもなんでそんな大きな仕事が俺たちなんかに来るんだ。騎士団では目立ちすぎるからだ。いつも護衛には手当たりがついてる。特にうちの隊は影が薄いからうってつけというわけですね。ああ、マヌケな部下のおかげでな。なあダニエル。どうせ僕のせいですよ。さあ、それはさておきだ。そろそろお迎えに上がるぞ。了解。遅くなりました。チームヘクトンのジャーバスです。これはご苦労様です。私レイモンドと申します。そしてこちらがベルではなく、アーナルドと申します。これはこれは、いけません。頭を下げては姫様と知られてしまいます。いやいや、これは失敬。お姫様の SP か。くぅ、かっこいい。にしてもアーノルドってもろ偽名じゃん。もうちょっとまともな。黙れジャック。素晴らしいネーミングセンスで。まあ、ありがとう。俺はジャック・ラッセル。剣の腕なら誰にも負けないね。まあ、頼もしいわね。僕の部下のようなものです。誰が部下だ。まったくかなわないな。ご覧のとおり、彼は負け犬なんです。てめえ、ダニエル、人がおとなしくしてりゃ。うるさい、任務中だぞ。久しぶりに街に出かけられるわ。お待ちください。それではお任せください。くれぐれもよろしくお願いいたします。で、どこに行くんですか。まずは魔術師団のアクセサリーや OK ハンドね。詳しいんだね。おい、慣れ慣れしいぞ。その方がバレないだろ。だったら最低限のマナーを心がけたらどうだ。なんだと。ほら、やめんか。さあ、急がないと時間がもったいないわ。あ、アーノルドさん。あれ、いないじゃん。しまった。もしかして。うん、隊長、あそこ。キャー、あれや盗賊ギルドの小僧。おう、だらしないやつだな。ねえ隊長。って、あれ隊長。
長、酒飲みすぎだよ。おせ、死んでしまう。邪魔、お先に。雑魚が誰が雑魚だ、果たすぞジジイ。おお、生きのいいガキが嫌がるな。あの座を返せ。だがわしが出るまでもなかろう。先に行くぞ。任せてください。おいジョーケル、片付けちまおうぜ。おでの力見せてやるぞ。はいはい、お疲れさん。隊長。おっとストップ。
隊長さんの命がいらねえのか。ああ、テアトルの連中はアマちゃんだね。ちくしょう。おめえはジャーバスんとこの何があった。あのアーノルドさんが姫がさらわれちゃいました。なんだと。隊長とジャックが追ってるんです。早く救援を呼ばないと。え、場所はどこだ。魔術学院の近くの廃墟の中です。奥に隠し通路があって。よし、それだけ分かりゃ十分だ。おめえはギルドに報告しろ。でも一人じゃ危ないと。一刻を争うんだよ。この任務が失敗すりゃ俺が腹かっさばいてもどうにもできねえ。男には危険だと分かってても行かなきゃならねえ時があんだよ。不用心なお姫さんのせいでしょ。これはいただいておきますぜ。誰だ。ボイドが誘拐犯だな。どういうことだノクタン。副長、情けねえ声出すなバカ。邪魔者は消えるがいいだ。ねえ、相変わらずの腕けどな、頭の悪さもそのままってのはいただけねえな。おめえの悪知恵も相変わらずってわけか。殺してやるだ。待ちな。あんだ、てめえじゃ無理だ。わしがや。おお、映像のノクターンのお出ましかい。何やら因縁でもありそうだぜ。あるわよ。その無駄に回る下、切られてんのか。こんな風にな。いや、副長。やっちまわないんで。残りはザコだ。構うんじゃねえ。そのお姫さんも用なしだ。放っておきな。もったいねえな。
いたか？いや、見つからん。くっそ、逃げ足の速い盗賊どもめ。どうやら巻いたみたいね。ああ、今のうちに走るよ。またですか？私、もうヘトヘトで。捕まりたいのか？いやです。うん、まあまあの成果だね。結構溜め込んでたもんね、あの悪徳商人。はあ、どうしたの？いや、私やはり人様のものを盗むのは抵抗が。今さら何言ってんの。そんなこと気にしてどうすんのさ。だいたい私たちはね、盗まれて当然のやつしか狙わないの。はあ、そうだ。人を傷つけず弱いものからは盗まない。これが正しい盗賊のあり方だ。正しい盗賊ですか。分かったような分からないような。そうそう、それに私らヤバい依頼には手を出さないし、ノクターンのじいさんたちとは違ってね。ノクターン殿は後ろ暗い仕事を引き受けておられるので。ああ、かなりヤバい仕事らしい。それに依頼人も城のお偉いさんだそうだ。城の人間がボイドに依頼ですか。陰謀を感じますね。まあとにかく私らには関係ないことさ。ボイドで余計な詮索することは死を意味するよ。命が惜しかったら無駄な好奇心は出さないこと。いい？はい。いきなり大声出すんじゃねえ。びっくりするじゃねえか。びっくりしたのはこっちですよ。本物ですよね。チャリめえよ。この通りピンピンしてら。死んじゃったかと思いましたよ。勝手に人を殺すんじゃねえ。あんな見たら誰だってそう思いますよ。やつはな、わざと急所を外しやがったのさ。やろう、俺を舐めやがって。チキシャ。いいじゃないですか、生きてたんだし。あいつにだけはバカにされたくねえんだ。なんだかあのノクターンってやつと因縁があるようですね。何があったんです？ま、いずれな。便所じゃねえんだ、空いてるぜ。元気そうですね。あ、大大将、これは失礼しました。出迎えの言葉の方があなたらしいですよ。いや、面目ねえ。いえ、そのままで。すいません、みっともねえ姿になっちまいやして。いいんです、こんな時ぐらいしかあなたは休まないですから。とても休んでるようには見えないっすけどね。黙ってろ。ところで、お姫さんは？姫は無事です。しかし、国王は今回のことを重く見ています。その証拠に、ボイドの調査を頼まれました。それなら俺が。いいえ。先ほども言ったように、あなたには休養してもらいたいのです。
しかし代わりなんざ。ジェラルド、そろそろ後継者を育ててみたらどうですか。後継者？今後、今回のようなことが増える可能性もありますし。どうですか、ジャック。俺ですか。あなたは今回のことでいろんなことを学んだはずです。自分の体を持っても十分にやっていけるでしょう。ジャック・ラッセル、あなたを隊長に任命します。俺は気負うことねえぞ。ジャーバスだってやってんだからな。それないですよ、屋上。ボイドの件も含めて自分の思うようにやってみることです。正しき者のために戦ってください。それでは失礼します。よし、お前に就任祝いをくれてやる。隊長が知っておくべき戦術ってもんを俺様直々に叩き込んでやるぜ。元気すぎるってば。
なんだあいつ。なんだよ、なんか用か。おめえ、ポティーノ知らねえか。ポティーノ？んだ、おそらく人間だと思うだば。はあ？人間だと思うってなんだよ。どうもはっきりしねえべ。やつはもっと強い匂いがするはずだ。おめえ、わかんねえか。匂いで人探しする人間なんて聞いたことねえよ。おいよ、人間ってな、そんなこともできねえのか。それが普通なんだよ。とにかく俺はフォティーノなんて知らないよ。じゃあな。探してくんねえか。なんで俺がそんなこと。戦士ギルドは報酬がなきゃ動かないんだ。報酬ってな、なんだ。お金だよ、決まってるだろ。ああ、そんだったな。人間は金が好きだったべ。あのさ、最近頭ぶつけたりした？おかしいんじゃない？ええ、わしの頭は金剛石より硬いから大丈夫だ。そういう問題じゃねえよ。およ、人間の世界には金剛石より硬いもんがあるのか。ああ、もういい。そんじゃ、頑張って。どれぐらいあればいいんだ。え、本当に報酬払うんだ。ま、5000ダゴルってとこじゃない。なんて言って。おいよ、そんなもんでいいだが。探してくれんだな。オフコース、きっちり働きます。早速探しに行こうぜ。そういや、ポティーノとかってのはどんなやつなんだ。知らねえだ。あ、知らない。やつが今どんな格好をしてるかわからねえからな。それじゃ探しようがないじゃん。困っただ。困ってんのはこっちだよ。あのさ、このまま探しても見つからないんじゃない？いや、なんとしても探さねば。ポティーノに会わねばなんねえだ。だからって、このままじゃねえ。そんだ、この辺りで一番強いやつ教えてけろ。一番強いやつ？そりゃまあ大隊長じゃない。大隊長？テアトルバンクールの大隊長だよ。そいつのとこに行くべ。大隊長の部屋はここの4階だ。んだば、ちょっくら行ってみっか。言っとくけど、大隊長はめちゃくちゃ強いんだからな。怒らせないようにした方がいいぜ。わしも強いから心配ねえぜ。んじゃな。行っちゃったよ。ま、行っか。すんげえ儲かったし。いくらあるんだろう。ん？待てよ、この肖像画、さっき
のおっさんじゃねえか。偽札だーい。騙された。ここだべ。おじいのいるか。あなたは。誰ですか。あの、ジャックです。怪しいやつ来ませんでしたか。怪しいやつ、知りませんね。そうですか、失礼しました。ちくしょう、どこ行ったんだあのおっさん。お久しぶりですね。いやー、そんだな。おめえまだ生きとっただか。それはお互い様ですよ。ボディーノを探してまさかおめえに会うとは驚いただ。昔であれば剣を抜いているところです。さすがにおめえもわしには勝てねえと分かったか。今はあなたと戦う理由がありません。わかんねえな、人間は。わかる必要もないでしょう。そうが。あいにくポティーノについては知りません。んだが、まあ懐かしいやつに会えたことだし。嘘おっしゃい。あなたにはそれほどでもない月日のはず。人間を真似ただけだ。んじゃあな。時が迫ってるよ。